はい、どうも、竹の子塾の大久保です。今回はですね、中学校2年の数学で学習する、文字式のね、利用というところで、証明問題ですね、式による説明、この問題やっていきたいと思います。はい、でですね、これ結構ね、苦手な人が多いので、噛み砕いてね、説明していくんで、まずはその、一応ここにね、答えの流れっていうのは書いてるんですけどね、この答えの流れっていうのをね、よく頭の中に整理して入れていってもらえたらなと思います。はい、じゃ早速ね、ちょっと問題読んでいくと、1の位が0でない2桁の自然数と、その数の1の位と10の位を入れ替えてできる2桁の数との和。和って足し算の答えですよね。足し算の答えは、11の倍数になります。で、この和挙を説明しましょうっていうので、これどういうことかっていうと、これ適当に書くんですけど、例えば12っていうね、2桁の自然数があって、1の位と10の位の数入れ替えるから、12の反対というか入れ替えると21ですよね。で、これ足したら33で、これ11の倍数ですよね、33。他にも例えば、54、ね。で、入れ替えた45ね、足すと99とかね。あと、もう一個ぐらい。何回か。35と53で、88みたいな感じで、これ入れ替えたら確かにね、全部11の倍数になってるけど、ね、これ全部変えていったら大変ですね。例えば12たす21、13たす31、14たす41とかずっとやっていて、全部ほらね、11の倍数になってるでしょってね、変えていくと大変なので、どうすればいいかというところでね、具体的なこのね、数字じゃなくて、文字ですね。文字っていうのは、結局、どんなね、数も入れることができる箱みたいなものね、数字を入れることができる箱なんで、文字で説明してあげればね、その文字の中にね、具体的な数字を入れて、どんな時にも成り立つよっていうのがね、説明できるので、具体的なね、数字、これ全部並べていくと大変なので、実際はね、こういうふうな証明問題っていうのは文字を使って、数字の代わりにね、文字を使ってね、説明するね。で、文字で成り立てば文字の中にはね、具体的な数字を入れることができて、どんな数字でもね、このこと成り立ってるよっていうことでね、説明できるよっていう流れでいきます。だからこういう問題っていうのは実際はね、文字で説明していきますよ。で、じゃあ実際に、どういう流れで、答えね、やっていくかというと、x と y を整数と置きます。とりあえずね、この2つの文字を使って証明していくんだけど、この2つを整数とします。そして、10の位の数を x、ね、1の位の数を y とすると、2桁の自然数は、ほにゃららと表されます。ね、で、これ書いたときに、例えば10の位が5で1の位が2だったら52っていうふうに表せますよね。なんで、10の位が x で1の位が y だから、xy ってこういうふうにね、表してしまう人がいるんですけど、これxy って書いたらこれ、x×y を、省略して xy ってね、いうことになるので、これちょっとダメですね。で、じゃあどういうふうに表せばいいかっていうと、これ要は52って、これ小学校の頃からあんまりね、深く考えずにやってきてると思うんですけど、10の位に5があるってどういうことかっていうと、これは10が5つありますよっていうのを表してね。10×5。で、2っていうのはこれ1の位に、1の位に、1が2個あるよっていうのを表してるね。だから10の位に5、1の位に2があるってことは、10が5個、1が2個ですよってね。10×5 たす 1×2 っていうのをね、表してると。で、これと同じ考えで言うと、ね、10の位が x ね。で、1の位が y なんで、10が x 個ね。1が y 個あるということなんで、10が x 個、1が y 個ということは、10×x は 10x ですよね。で、10x。で、1×y が y ということなんで、文字で表すと 10x プラス y と、ね、こういうふうに表せますと。で、じゃあ今度は続いて10の位と1の位を入れ替えてできるかですね。じゃあ今度は入れ替えるのでどうなるかっていうと、入れ替えると今度は10の位が数が y になるから10が y 個になりますよね。で、今度は1が x 個ということなんで、
10y プラス x ね、1の位と10の位の数を入れ替えた数は10y プラス x ね、こういうふうに表すことができるとね。で、要はこの元の数とね、入れ替え、1の位と10の位入れ替えた数を足すとね、11の倍数になることを表したいので、これとこれを足し算します。するとどうなるかっていうと、これはまあ 10x と x を足したら、ね、11x になりますよね、ここね。で、これもね、y ってこれ本当1があるので、1y と 10y ってことなんで、11y とね。うん、で、次これをね、この、なんか何かが出て、なんとか、カッコなんとか足すなんとか、この形、ね、11x 足す 11y を、なんとか、カッコなんとか足すなんとかという形に持っていくとね。で、これはどういうことかっていうと、この、最終的には、これがね、11の倍数であることを表したい。ね、じゃあ、どういうふうな形になったら11の倍数だと言えるかというと、例えば、55とか、77とか、88とか、これ全部11の倍数ですね。で、これどうなってるかというと、55っていうのは 11×5 とね。で、77は 11×7 と。で、88は 11×8 っていうことなんで、11の倍数っていうのは結局、11×、整数ね、まあ整数5とか7とか8とかね、11×整数っていう形になってたらね、これ11の倍数だと言えますよということですね。だからもし8の倍数はって言われたら、8の倍数は必ず 8× 整数の形になってるね、5の倍数はって言われたら 5×整数の形になってるね、まあ、この場合は11の倍数なんで、11の倍数っていうのはこうやって見てきた通り 11× 整数の形になってるね。なんでここにもなんとかこのね、11×整数の形をここで作りたい。この 11x プラス 11y が最終的にね、この 11×整数の形になってるのを表したい。じゃあどうすればいいかっていうと、これまた、1年かな、まあ、1年生の時とかに習った分配法則っていうのがありましたね。で、分配法則って何だったかっていうと、分配法則は、例えば 3×x プラスy ってね、こういうのがあったら、これ、括弧をこういうふうに外して、両方にかけて、3x プラス 3y ってね、こういうふうな形にできました。ということは、これ逆に言うと、ね、同じこういうふうに数が、かけてあるやつは、このかけてある数を括弧の外に出して、ね、で、残りのやつの足し算を括弧の中ですね。3x プラス 3y だったら3を両方かけてあるやつを外に出して、で、残ってるやつで、ね、括弧の中で x 足す y というふうに書く。こういうふうなことができるので、ね、これを応用して 11x 足す 11y ですね。これを、こっちからこっちの形に直せばどうなるかというと、両方に11がかけてあるので、11ね。で、かけることの、カッコ、x プラス y と、ね、いう形になる。ね。そしたらこれね、どういうふうな形になってるかっていうと、11カッコ、x プラス y で、これ11かける、x プラス y とね。で、x プラス y 何だったかっていうと、x プラス y は、x も整数、y も整数だから、整数出したら必ず整数ですよね。x も整数、y も整数なんで、整数足したら必ずね、まあ分数とか小数にならないので、整数になるので、この形を作ったら結局ね、x プラス y は整数ですよ、ね。ということはこれ、11×整数の形になってますよね。さっき言った、11×整数の形になってる。ということは、これですね。これか。11、まあ、x プラス y は11の倍数だと言えますよ、ね、という形で答えが出てる、ね。だから、まあね、ちょっとこれ、ごちゃごちゃね、ちょっとしてきたんで、最後にもう一回言っておくと、ね、
まずこのね、2つの文字を使って、2桁の自然数を表すと、ね、1の位の、あ、10の位の数が x、1の位の数が y だったらね、10が x 個、1が y 個なので、10x プラス y とね。で、それひっくり返したら、今度は10が y 個、1が x 個あれなんで、あるということなんで、10y プラス x と、こういうふうになります。で、この2つを足したら、11の倍数になるっていうことなんで、これ足し算して、ね、まず 11x プラス 11y とね。で、11の倍数っていうのは 11× 整数というね、形にならないといけないので、ね、この 11x プラス 11y をね、両方これ11がかけてあるので、11を外に出して、括弧 x プラス y という形にした、ね。そしたらこれ、x も y も整数っていうことなんで、x 足す y も整数ですよ、とね。ということは、この形っていうのは、11×整数、つまりね、11の倍数の形になっているので、ね、この、言いたかったことですね。この、2桁の自然数と、まあ、1の位と10の位を入れ替えたね、2桁の数足せば、必ず、このね、11の倍数になるっていうことが証明できたという形になります。はい、まあね、ちょっとここなかなかね、ごちゃごちゃするところなんで、まあね、一回じゃ頭に入らなかったっていう人はね、繰り返しちょっとね、動画の方を見て、復習をしておいてください。ではですね、今回これで終わりたいと思います。どうも、ありがとうございました。